です。ようやく作業開始です。やっと1個枠を分解した感じなんで、結構きついね。枠の解体きついね、これ。釘が何たって多いので、まあちょっとしんどいけど、まあぼちぼちやるわ。できるとこまでやる。
んかダメだな、疲れが出てる、もうずっと疲れっぱなしだな。はい、まあ一応捨て張りを廃材でもらった部分は貼りましたね。あとは廃材でもらって、まあ、あれですね。あとは解体したものを貼って、まあどうかなっていう感じなので、あとあそこに立てかけてあるね、根田候補のものも、多分これ下手したら根田じゃなくても、まあ気にしちゃって、もう一回また福島持っていくかもしれないので、ちょっとこれ多分使うかな。あ、使うか、一応、使うか。多分あの窓、中のあの窓にしたいところの二重窓用の窓枠として多分使うかもしれないので、まあそれはそれで取っておくと思います。はい。まあ一応19。まあ5月中にはこっちを終わらして、6月に入ったら家半分あっち行こう、あの半分側だね、台所、キッチン、今テント張ってる部屋、トイレ、トイレの増設、流しの増設、流しというか、流し洗面台の設置か、多分ね、あっちにある荷物をこっちに持ってこれない限りはどんこもならんので、まあ、あっちの荷物をこっちにとりあえず持ってこれるように、まあ、ここら辺をちょっと片付けていかないとなって感じです。いや、焦ってるけどね、気力が湧いてこない。はい、まあ、こんな感じっすわ。